MBS 茶屋町ゴルフクラブ藤本よしのりネバーギブアップ。おはようございます。プロゴルファーの藤本よしのりです。安福千乃です。番組アシスタントの川谷真子です。この番組はラジオのトークを通じてツアー優勝を目指す僕の強い思いをリスナーの皆さんと分かち合い、元気と希望をお届けできたらなと思います。藤本プロをみんなで応援しましょう。この番組はおかげさまで創業137年、ライオンケミカル株式会社、愛之助のグルコサミン、コンチャンコンドロイチンの東方サプリメントの提供でお送りします。MBS 茶屋町ゴルフクラブ藤本よしのりネバーギブアップ。今日のゲストは先週に引き続きプロゴルファーの北翔一さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。北翔一プロは奈良県ご出身、現在52歳です。先週は PL 学園時代の話を聞きましたが、今週は藤本プロも楽しみにしているという日本大学時代について伺います。はい、何から聞いていきましょう。何から聞きます。いやもう全部聞きたいですよね。昔の日大ってどんなんなんかなみたいな。まあ正直ね、はい、PL が厳しすぎて日大あまり厳しいと思ったことないね。いまだに思ってるもう厳しすぎて。なるほど。 PL は24時間体制で先輩後輩でしょ。はい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 、大学は部活だけだから。あ、じゃあもう高校の時はもうセコムみたいな感じですね。ね、ピッてなったら行かなかみたいな、駆けつかなかみたいな。そう。ああ、なるほど、うん、そら厳しいよね。全然違うよね。あ、日大時代はそこまで厳しさは感じなかった。あの他の子はそう厳しいと思ったかもしれないけど、あの PL 出身の僕には全然厳しくなかった。逆に楽みたいな、こんなもんなんやん、混んでいいのかなっていう。なるほど。こういうマインドになるんですよ人って。すごいでしょ。すごいでしょ。なるほどね。すごいですよ、経験、ね、でもこれ普通の高校から日大行ったら、うわ上下関係こんなんなんて思ってる子もいるんですよ。けど北さんからしたら、あこんなもんなんみたいな。そう、楽、ね、みたいな。実際そうやね。あのね、はい、30人ぐらい入ってきたのよ。はいはい、当時ね。はいはいはい。夏までに9人やったからね。残ったの。そうだから俺ではなんで消えるのっていう感覚よね。じゃあ21人ぐらいやめた。そうそうそう。やば、すごい。1年の夏の時にはってことですよ ね、そうそう、夏までにね。あのそんな残った9人の中には丸山茂樹さんもいらっしゃいましたね。すごかったですよね、当時から。もう僕らの憧れですよ、丸山茂樹さん。すごかった。もう出る試合全部勝つような感じだったよね、彼はね。当時ね、すごかった。まあ、大学2年生の時にその出る試合全部丸山さん勝つイメージだったって言ってますが、日韓アマ全日本大会で北プロは優勝されてます。そうですね、丸山さんに勝ったってこと。出てなかったんですよ。やっぱりやっぱりそう、やっぱり出てなかった。俺突っ込むかなと思ってけど。私も思ってた。マジで。でもねこの試合ってね、今はほらいろんな試合いっぱいあるけど、本当に試合数が少なかったのね。でこの試合っていうのは唯一社会人と学生が出れる試合だよね。日本アマとこの全日本日韓アマっていうのは、はい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 、ちょっと自慢だけどね、はいはい、当時この社会人と学生が一緒にやった試合で10代で勝ってる選手は中島プロね、中島さん、中島常幸さん、はいはい、伊沢と清水さん、はい、俺だけだから。うお当時だよ。ビッグネームすぎる。今はいっぱいおるけどね。あ、今いるんすか。今いっぱいいるでしょ、10代で勝つ子って。当時はまだね、うん、そう思います。まあ、当時日大ゴルフ部すごく強いですよね。すごかったですね。そうそうたるメンバーいらっしゃいます、はい、北プロの3学年上には川岸良健プロ、はい、鈴木徹プロ、はい、でまた3学年下には片山慎吾プロ、宮本勝正プロ、横尾要プロ、うん、このメンバーで戦って、すごいメンバーですよね。すごい。あのこの頃はね、やっぱりね、同じ学生なのであんまり思ってないけど、今プロという人生を歩んできて、うん、すごいよね。すごい時代。全員で難所したんっていう話。すごい。すごい。すごいよね。すごいっすよ。なんか当時大学対抗の団体戦忍杯っていうのがありますね。それ日大何連勝も何連勝もしてるんですよね。多分僕らが当時生まれる前から勝ってたと思います。それは。で調べたんですけど25勝すごい、ね、までしてたんかな、25連覇、連覇、25連覇してるんで、すごい調べてんのが。でも
1998年その日大26連覇を阻止したのが東北福祉大学です。ありがとうございます。地元プロのその自慢の話これなんかそれはまあでしょ、もう東北福祉か日大かって感じでしょ。あ、やっぱりそこのなんか大学のライバル感みたいなあったりするんですか。僕らの時結構ありましたよ、うん、やっぱもう言ったらもう日大に勝ったらもう一番やみたいな大学で、敵視がもう日大しかいなかったです。今はけどなんか大阪学院とか結構あるみたいですけど、僕の時代はもう日大です。日大に勝ったら全部勝てるみたいな、はあ、やっぱりそれは OB としては嬉しいんじゃないですか。そうですよね。でも僕の時はほら日大一人勝ちであったから あんまりわからないよね見えてない、見えてないらしい。あ、眼中にないや、見えてない、眼中になかったんや。なるほどね、これが時代の差ですよ。わかります、平成と昭和みたいな。けどこう印象に残ってる人いました、大学の中で。そら丸山市駅でしょ。あ、このネームバリューを見てもやっぱ丸山さんが突き抜けてるんですか。それ何が突き抜けてるんですか。もう古い話だけど、はい、当時川岸先輩とね太平洋マスターズで、はい、誰とまたかな、オラサバルと、はい、ランガやったかな、最終局に回ったのね。そうそうそう、アマチュアで両健先輩がね、ビザですよね。そうそう、その時に両健先輩が78かなんか打ったと思うのよ、はいはいはい、でもねその2年後に丸山茂樹が同じ海外のオラサバルとランガやったと思うんだけど、はい、最終日同じパターンよ、最終日最終組、はい、3人で回ったのよ、はい、その時に刺激がやっぱり74やったかな。それがやっぱ俺はすごいと思ったね。そのメンツでゴルフできへんよなかなか当時、はい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 、今はテレビでいっぱいそういうビッグネームいるけど、そうですよね、当時見えへんや、そんな人 YouTube なんかないですもんね。そう、それと一緒に回って確かにその刺激が74で回れたっていうの俺はすごいと思うよね。あ、なるほどね、うん、なかなかできへんよ、はいはいはい、っていう記憶がすごくある。やっぱ練習とかも結構してたんですか、丸山さんは。あ、絶対してるよ。え、それ絶対ちょっと待って、絶対してるよっていうか、北さん一緒の大学やるから、ね、日大一緒一緒ですよ ね、 日大はね練習こう、まあ、バラバラなのよ。あの、自分らでするなのね。あ、時間とかバラバラ、そうバラバラで、はいはい、練習場は皆さん同じところでするんですか。人数がね100人超えてたと思うのね。うわ、すごいですね。で時代ってすごくいい時代じゃないですか、無理ですよ練習場一緒っていうのが。やるのはトレーニングだけですよ。多摩川で走る、国立競技場で走るしかないです。それが部活です。あとはもうずっと自由、練習は自由で試合で集まる、そう、そんな感じでした。じゃあ学校行かれてないんですね。あんまり言っちゃいけないなるほど。日大の話からやっぱりそうそうたるメンバーの話が出てくるとちょっとね、もっともっと聞きたい、もっと聞きたい、テンション上がるもんね。ここに聞きたいぞ。なんか聞いてよ、じゃあ聞きたい。慎吾ね、はい、1年生やからまだ可愛らしかったよね。あ、そうなんですか。でもすごくこの代はすごくうまくて、あの合宿で学年別するのね、はいはいはい、要は4年生は刺激と一緒で、はい、この1年生には勝てない。あ、もうすごいメンツが揃ってたよね。だからプロゴルファーになった子も一番多いんじゃないこの代が。あ、そうなんや。この代すごい、へー、すごい貴重なお話聞くことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。来週は日大卒業後から現在についてお話を伺います。センナのワンポイントレッスン。このコーナーはまさに今ゴルフ場へ向かうゴルファーの皆さんにすぐに役立つワンポイントを千野さんに教えていただきます。はい、お願いします。お便りいただいております。きっこりさんからです。アイアンは得意ですがドライバーはミスすることが多いです。スイングはどちらも同じものでしょうか違うものでしょうかといただきました。うん、これよく聞かれますけど、はい、私は同じですね。アイアンもドライバーも違うところはボールの置く位置、まあ、選手に引き続きなんですけれども、そこだけかなと思うんですけれども、ちょっと今週もコラボということで来たプロにちょっとお伺いしたいんですが、ま、僕も同じだと思いますね。あ、スイングはね、やっぱりそうですか。やっぱりセンちゃんが言う通りにボールの位置だけだと思いますね。うん、思います。この方女性ですよね、陽子さんね。だからちょっとやっぱりドライバーって長くなる分こうちょっともしかしたら振り遅れたりとかしてこうアイアンみたいにこう触れてないのかなと思うんですけど、まあ、頭の中ではまあ同じと思って振ってみたら
ちょっと変わるかもしれないですね。けどアイアンが上手いってやっぱりあれなんじゃないの、やっぱこうしっかり上から打ててるからアイアンが上手いやんか、うん、けどドライバーって球位置変えてもさボール浮いてるやんか、うん、その感覚ってどうやってこう修正したらいいの。厳しいよねそれはもうちゃんとすごいね、やっぱり優勝してるプロゴルファー言うこと違うよね。ちゃんと来てるんでやっぱちゃんと答えてあげた方がね、答えをヨシから聞きたいねこれは。そうですね俺も参考にしたいねこれだけどアイアンがうまいって絶対にこうボールをこう右斜めから見てたら多分あんまりこうヒットできないんですよ。女性クラブも持つ力がないんで、こうクラブ落ちる感じの方が強いんで、それでもこうちゃんとヒットできるってことはちゃんと軸持ってると思うんで、それでドライバー打てへんってことはボールの位置も左足目に置いてこう体の背骨あるじゃないですか、背骨をちょっと右に傾けるみたいな、はい、それでこう自然とこうアッパーに打てるんで軌道が合うんちゃう。ちょっと右足体重みたいな感じ。右足体重でもない、体重はちゃんと真ん中に置いといてほしい、うん、もうあの背骨だけちょっと右に傾けるみたいな、もう右のお腹ちょっと縮めるみたいな、こう、まあ、そういう感覚一つで変わってきたりします。変わると思います。アイアンが打てるってことなんで、やっぱドライバーも多分打てると思うんで、そういうところで修正した方がこう14本ちゃんと綺麗に打てるかな。じゃあ背骨をこう右にちょっと傾けるっていうのが、まあまあもう単純にちょっとボール右から覗き込むみたいな俗に言う、あんな感じかな、ポイントですね、はい、ぜひキッコリさんには挑戦していただきたいなと思います。千野のワンポイントレッスンでした。藤本よしのり、ネバーギブアップ。エンディングのお時間です。日大の話は盛り上がりましたね藤本さん。いやめちゃめちゃ楽しいです面白い、めちゃくちゃ楽しいです。なんかこう同業者が来てくれると面白いですね僕も面白いですね、いろんな話聞けるんでさあ藤本プロ、次の戦いはいつでしょうか。はい、5月25日の太平洋クラブチャレンジトーナメントに出ます。ご活躍期待しています。ありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組の感想、藤本プロへの質問、応援メッセージ、千野さんにレッスンしてほしいことなどなどメールでお待ちしています。メールアドレスは fuji@mbs1179.com fuji@mbs1179.com です。また番組インスタグラムではスタジオの様子などを公開しています。ぜひ fuji_mbs で検索してフォローしてください。メールでメッセージをいただいた方、公式インスタをフォローしていただいた方の中から抽選で藤本プロのサイン入りゴルフボールをプレゼントします。お楽しみに。ここまでは藤本よしのりと安福千野と川谷真子でした。また来週。この番組はおかげさまで創業137年ライオンケミカル株式会社、愛之助のグルコサミン、こんちゃんコンドロイチンの東方サプリメントの提供でお送りしました。